私はペレリ。大いなる野望を持ってこの日本にやってきた。はい、どうもペリーです。ゾンビを引いてやってまいりました。これで日本も開国せざるを得ない感じに。何？何が起こってる？侍？忍者？スモーレスラー？こいつらきっと私の大いなる野望を邪魔するに違いないね。何がうざいってあいつら転生者なのよ。ほんと死んでも死んでもまた挑んでくる。いい加減しつこすぎるよ。あ、もしかしてこれってローグライクってやつじゃん。だったらペリーもう容赦しませんよ。毎回毎回敵やらなんやら超ランダムにして、クラウエーティガレエリアで行け、自爆ゾンビ。超ゾンビもちゃんちゃん出したりして、永遠に死んでいただきます。どっちか迷う選択肢もたくさんね。力が入らん。こいつは今お腹ペコペコね。さて、どっちが満腹度回復だったかな。で、残念、ピンクは体力回復でした。余計にお腹空いちゃったじゃないの。武士は食わねえと高用事って言うけど本当に愚か。で、誰、こんなとこに寿司置いたの誰。ビミでござるな。ああ、もう有利なアイテムたくさん落ちてんじゃん。誰かポケットに穴開いてるんじゃないの。完全に敵に死を送ってるじゃん。他の連中も秘伝書もバンバン拾って、しかもこいつ運良すぎ。分子ばかりで、あ、もうどれが本体かわからないね。お守りもいろいろ組み合わせて爆弾強くしたり、一か八かの強化したり、賢くビルドアップしてマジでローグライクしてるじゃん。しかも誰、こんなタイミングでお店出したの誰。もう品揃え充実してんじゃん。おう、嫌な予感する。見て、ほらほら、あ、やったよ、こいつをやりやがったよ。そんなことして逃げられると思うなよ。 They said the apple doesn't fall far from the tree。 はあ、もう踏んだり蹴ったりです。こんな時は気分転換にね。私の場合はハブティとこれ。ほら、すごいでしょ。日本の浮世絵みたいになったよ。うとおりするね。でもやられっぱなしね。立派なゾンビ役立たずじゃん。メイドインジャパンなのにポンコツじゃん。もうペリー怒った。三つの袋のうちカニ袋の尾が切れました。強いの行くよ。ほら、でかいのいっぱいね。怖いね。もののけいっぱいだね。これは私が特別に作ったゾンビね。これで奴らもいかの終わり。て、強いじゃん。相当やり込んでるじゃん。血も涙もないな。まあ、私は常に血の涙を流してるけどね。もう本当に私、敵横プンプン丸よ。
そうなったら私の手で。太平の眠りから。覚ましてあげましょう。Ed-0、ゾンビアップライゼン。お買い上げしてくださいよ。